元プロ野球選手で、現在はタレントなどとして、バラエティ番組に出演している長嶋一茂。好感度が高く、ラジオやテレビなどでも活躍する人気お笑いコンビサンドウィッチマン。そんな長嶋とサンドウィッチマンが共演した時に行われたやりとりが、爆笑の嵐だったという。 10月29日、月曜日、夜7時からの、帰れマンデーミっけ対、テレビ朝日系は、長島和茂と水野美希をゲストに迎えサンドウィッチマンの、秘境路線バスに乗って飲食店を見つける旅、を放送する。4人は群馬、赤城山周辺で、この秋絶対に行きたい。 日本屈指の紅葉の名所でご当地グルメ満載の秘境路線バスに乗車紅葉が見ごろを迎える赤城山周辺には火山湖に浮かぶ赤城神社総本宮と黄金色にもみじした山々との美しいコントラストや雲海と紅葉が一緒に見られる神秘的絶景など超絶景紅葉スポットが点在している ゴールは数々の文豪が愛し、上州の役党、と呼ばれる源泉掛け流しの大秘境。山あいにひっそりと佇み、川のせせらぎともみじが楽しめる秘境露天風呂が人気の、滝沢温泉、を目指す。スタートのバス停で、バスの時刻表をチェックしてみると、日中に3本しかない、という本数の少なさに一同行転。 超重要な最初の一振りは水野に託してバス旅をスタート。そして到着した最初のバス停は、4人をとんでもなく追い込む秘境のバス停となる。山の中腹の何もない坂道に降り立った4人。別れ道でバス通りをそのまま進むか、脇道に入るか、重大な選択を迫られる。 その後選んだ道では、超過酷な運命が待ち受けていた。果てしなく続く山中の上り坂に、サンド、伊達三夫も思わず、北海道か。ここは、と突っ込む一幕も。旅の道中の吊り橋では、高いところが大の苦手な長島をよそにどんどんと軽やかに進む水野とサンドウィッチマン。 ちょっとからかうつもりでサンドウィッチマンが橋を揺らすと一重がまじ切れし、絶叫する。揺らすなよ、揺らすなって言ってんだよ。お前が跳ねたら揺れるに決まってるよな。バカか、など、暴言を放つ。ひたすらバスに乗り歩き続けゴールを目指すこの旅。その途中で立ち寄る店では、 手打ちでつるつる絶品の肉汁うどんに加え看板ご当地メニューだというおっきり込みが登場果たしておっきり込みとは何なのかさらに川魚は独特の匂いがあるから大嫌いで大の苦手だという長島がイワナの天ぷらに挑戦 普段から言いたいことはずけずけ言う長島の反応とは。また、赤木の新名物だというホットチョコレートに小豆を合わせ白玉をトッピングした、その名も、汁チョコ、も登場。サンドウィッチマンも、うまーベラス、を連発してしまうほどの微味揃い。 冒頭から番組史上に残る超過酷な旅となる今回、果たしてどのような結末を迎えるのか、期待は高まるばかりだ。